はいはい、どうもこんにちは、こんばんは。撮れてますね。はい、おはようございます。 TKZG タカ ZGT というのです。はい、今回はね、このパーティーで何でしたっけ、ここ、スカイスネーカーさんやっていきたいと思います。これでこのパーティーで勝てなきゃ、まあブルームーンさん入れないと勝てないって感じですね。いきます。いやー、特攻ありなんだ。特攻なんですよね、攻撃アップ今回使えるんでね。ブルボンさん完全体をこう攻撃で攻撃アップして頑張るって感じですね。よいしょ、今充電がうまく認識されてないんですかね。なんか出ましたね。よいしょ、ヒーバーゲージもダウンしてくるんでね、ささっとヒーバー入らないとダメですね。で、反撃も痛いんで、技吸収もしてくるのかな。よいしょ、あーきついですねこれ。だいぶきついですね。攻撃アップ中に2発打たないと勝てないですね。そんなこと可能なのか。いそうですね、これ。どうやって勝てばいいんだろう。きつそうですね。攻撃アップ中に2発ですか。いや、攻撃アップ切れちゃいますから、反撃来ないのを狙うっていう方法しかないかもしれません。正直。もしかしたら。まあ、なんだろう。もっと。ゴロミとか何ですかね、何入ればいいんですかね、わかんないですけど、もっといいキャラなんか入れるしかないですよ。攻撃アップ切れちゃうんでね。ここからなんか方法ないですか。攻撃アップ切れちゃうんでね。どうしようもないですよね。いや、厳しいな。なんか、反撃来ないのを待つしかないんですかね。なんか方法あんのかな。あんま思いつかないですけど。反撃来ないの狙うしかないんですかね。攻撃アップをもう一体入れる。入れても厳しいですよ。よいしょ、攻撃技吸収がなければいいんですけどね。吸収がなければ簡単な。ちょっと火が入った。いや、無理ですもんねこれじゃ。この時点で、ああ、ゼロになっちゃうんですね。難しいですね。どうすればいいんでしょう。どうしようもないですよね。なんか方法ないかな。策としては、攻撃アップ、攻撃アップ系もまあいるんで、攻撃アップも一体入れるしかないですよ。今回妖怪学園 Y のキャラじゃないと攻撃アップ弱くなっちゃうんでね。いけるなこれ、ワンチャンありますなこれ。いける気がする。いける気がする。いけないかな、今反撃来なかったのかな。なんかいけそうな気がしますね。学校側は先に打てばワンチャンあるかもしれなくもなくもなくも。よいしょ、
よいしょよいしょ。もうちょっと早くフィーバー入りたいですね。フィーバーゲージダウンめんどくさいですね。で、フィーバー入って、格好が湧いてます。よいしょ。あー、フィーバーゲージ終わっちゃいました。なんかいける気がします。根拠はないけど、根拠はないけど、まあブルーボンいないと厳しいですね。ゴロミとかいればいけるんですかね、まあ、ゴロミとかいればまあなんとかなりそうですけど、あとコマジ色、コマジ色じゃ火力きつそうですよね。なんかいろんな方法ありそうですけどね。まあそれは誰かやってくれるでしょ。誰かやってくれるでしょ。勝てればいいんで、勝てれば。よいしょ。いや、ヒーバー早い。ちょっと間に合わない。ダメか。ダメですね。反撃が、反撃耐えられないとダメだ。1回反撃耐えて、ん ?2 回か。2回反撃。1回か。どうすればいいんですかね。2回反撃耐えられる HP 取っときたいですね。できれば。よいしょ。よいしょ。いやー、火は入ったか。なるへそ。たまらないよ、たまらないよ。これでどのぐらい減ってるんですか。ああ、もうそんな減っちゃってるんですね。すぐ技打てば打てるのかな、わかんないですけど。これで倒せないですもんね。よいしょ。わーい、わー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 い。倒せないですもんね。まあ今のをもう一回攻撃アップ打って技打てを買ってましたよね。そういうことですよね。なので2回攻撃アップを打つっていう、まあありっちゃありですよね。攻撃アップフィーバー中に打って、ベニマル打って、で攻撃アップデカップに作って、で学校側を痛めて、我慢が、うん、まあまあ、うん。まあ無茶な話ですよ。いや無茶ですよこれは。まあまあできないこともないこともない、ないですね。僕には無理です。多分僕には無理です。ちょっとやり直します。まず学校側ですね。学校側パパッと溜めちゃって、ブルボン、ブルポン、ブルポンパパッと溜めちゃって、でベニマルのデカップに作って速攻打てばなんか勝てないかな。ないか、多分勝てないんだよな。多分それでも勝てないんだと思う。よいしょ。とにかく早くフィーバー入ることですね、とりあえず。よしよし、ワンチャンある、ワンチャンある、これはワンチャンある。ワンチャンあるけど全然溜まってない。ブルポン。なんでこんな溜まってないんだ。びっくりするぐらい溜まってない。ブルポン。ブルポン。まずブルポン。まず、もう柱だから。ブルポンがいなきゃ始まらない。攻撃アップがいないと始まらないですから。なんかすごい人なら、まあ、攻撃アップ打たないで勝てるんですかね。どうなんでしょう。すごい人というか、キャラ。そんな高回、学校側は打ちまくるみたいな感じですかね。学校側は打ちまくれば勝てるのかな。そんな無理か。意外に、火は入ったと。あーちょっと待って、あーちょっと待って、あーもう火は終わっちゃうか。そっか、火はゲージ下げられちゃう。ダメか。あーでもワンチャンありますよねこれ。あると思うんですよ。どうなんだろう、ないのかな。まあベニマル、剣豪ベニマルじゃなくてもいいですよね。ナインテイルさんでしたっけ。それでもいい気が、いける気がする。
まず学校がワイドですか。まず学校がワイド。ナインテールさん本当強いですね。英国から剣豪ベニマル。いやーダメか、無理か。無理です。ああ、間違えたし。間違えたし。発想の転換。お反撃来なかった。いや、これはずるい。これはずるい。ずるいとしか言いようがない。ずるいけど勝てない。ずるいけど攻撃アップ、勝てないわ。勝てないっすわ、これ。ずるいのに勝てないっす。いやー、難しい。でも楽しいっすね。ちょうどいい難易度。反撃来なかったら勝てるな。これありがたいですね。学校側はいいわ。反撃来ないことが、ほぼほぼなかったですからね。まあ、ダブルゼータなんで、確率が相当低かったです。今回はまあ、Z ランクなんで、多分、まあ、まあまあな確率なんですか。50回、1回ぐらい。そこまで低くないか。公害はもう100回に1回ぐらいなんじゃないかっていうぐらい怖かったですかね。ちょっとダメだな。ダメですね。まあいろいろダメでしたね今。いやでも楽しいな、これ。ちょうどいいちょうどいい僕にはちょうどいいです。よいしょ。簡単すぎず、難しすぎ、難しすぎる一歩手前難しすぎる一歩手前なんですけど、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと落ち着いて、落ち着いて、落ち着けばなんとかなる。ちょっと HP きつそうだな。HP きついか、もういいか。あー反撃来なかった、ずるい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 ぞずるいぞ。ずるいっすね、ずるいですね。はい、ずるいです。これは喉か。いやでも反撃来ないことを信じるしかない気がするいますね。自分の場合、あのブルームーンさん入れないと、ブルポンのみだと、なんかそんな気がしますよね。まあ、わかんないですけど、まだ諦めない。まだ反撃なんて、反撃は来るもんだ。あ、ちょっと待って、すまない。よいしょ。ナインテールさんを先に打っていいの、打っていいのからの、格好が悪いみたいなことできないですかね。攻撃アップ中に。ちょっと待ってくださいね。ブルポンさん、ブルポンさん。よいしょ。ナインテールさん。ナインテールさんが泣いている。あー、やられちゃいますね。反撃に2回耐えないといけない。これ厳しいなぁ。速攻ヒーバー。速攻。もうちょっと HP 高ければ反撃2回耐えられると思うんですけどね。知らないですけど知らないですけど、適当言ってるかもしれませんけど。あと防災エンマさんのスキルレベル上げたいですね。思うことはダメですね。もう HP でボスレンマーさんのスキルより中途半端なんですよね。確か。そういうところ、スキルレベル大事ですね。学校側へのスキルレベルはちょっと上げたくないです。ヒーバー入りにくくなるんで、僕の場合。上手い人ならね、なんか、上手いんですけど。上手いこと入るんでしょうけど。あんなでかい国がいっぱい降らされたら困るんで、ね、こっちも困っちゃうんだけどね。次ここ2900ですね。ボーダーライン2900でフィーバー。いや厳しいな。2900でフィーバーか。まあまあいけないこともなくもなくもなくもですね。
よいしょ。よいしょ。ここから、ここから始めよう。よいしょ。学校側は Y が全然溜まっていないと。なるほど。なるほどですね。こんな感じで。こんな感じでからの。これ打てるか打てるか、間に合ってんのかこれ。間に合ってんのか、火力足りんのか、火力足りんのか。おこれいけたんじゃないですか。ちょっと待って、あー足りない学校側へ打ち込めればいけたいやー学校側へですねこれ。学校側へだって、技レベルマックスにしてればいけたかもしれない。いや技レベルマックスじゃないんですよ今、あのナインテールさん。あーやっちゃったな、それですね今の。はい、あと学校側範囲をでかくしなかったと、この2点。いやーやっちゃった。いやーでも今の勝てましたね。いけるんですね。だから、あの、剣豪ベニマルさんを最初に打っちゃダメですね。攻撃アップの後。剣豪ベニマルさんは後に打たないとダメですね。ちょっとフィーバー。ここフィーバー入れば勝てる。フィーバー入れれば勝てる。よしよしよし。で、学校側は Y さんじゃなく、剣豪ベニマルさんのデカプニを用意してあげて、学校側は Y さんを打ってあげる。で、剣豪ベニマルさん、速攻打つ。あ、ナイス。これで勝ち申したですね。ちょっと。ジュースあげます。差し入れです、差し入れ。どうぞ。お疲れ様です。一応、学校側 Y さん。学校側 Y さん。おいっす。勝てました。はい。勝てました。はい。まあ、ブルポンさんと、学校側 Y さんと、剣豪ベニマルさんとナイン。はい。暴走エンマさん。これで勝てますね。なんかもっといいパーティーはあるんでしょうね。まあ、僕が持ってるのだとこれが最善ですかね。わかんないですけど。ブルポンさん特攻、ブルポンさんのみだと。まあこれが最善ですかね。どうなんでしょう。まあなんか他の勝ち方もできそうっちゃできそうです。はい。ご視聴ありがとうございました。何度か勝てました。ありがとうございます。さよなら。